はい、どうもクマです。竜王を倒していきたいと思います。今回はパラディンを入れております。はい、まあ、結構めんどくさいね、相手みたいなので、パラディンでですね、パラディンガードを入れつつみたいなね感じになります。まあ、タンク役になりますので、メラ耐性を入れる、もったるような心セットになっております。で、鎧の騎士は鎧タックルやってみて効くのかどうかっていうのをね、試してみたくて入れてあるっていう感じですね。はい。メタルエンゼルもですね、結構HP も高くって、身の守りも高くってっていうような、ね、感じで、さらにすべての属性ですね、はい、全属性耐性がついているので入れてあります。はい。で、まあ、あとは極限の体験なんですが、ギラじゃなくてドルマっていう感じにしてあります。はい。あとは竜神王ですね、デインですね、はい、という感じになってます。あとは回復なので、まあ、パラディンも一応タンク役なんですけど、ドラゴンロッドも出してっていうのね感じになっております。はい。では見ていただければと思います。まあ、今回ね、まあ、3ターン目と7ターン目で、まあ、ブレス打ってきて、まあ、攻撃力が下がったり、するようなちょっとめんどくさい、攻撃をしてくるんですが、魔物マスターをね使って逆風とかを使ってですね、魔物マスターの、スキルですね、逆風使って跳ね返したりとかしてたんですけど、レベルがねほんと70ぴったりみたいな感じで、そんなに強くなかったので、まあそれだったらタンク役として、まあ、パラディンを入れてみようかなっていうね、ことで今パラディンを入れてみました。はい。まあ、ゴッドハンドも騎士道精神よりというか、パラディンよりにはしてあるんですけども、パラディンガード自体は、まあ、ゴッドガードよりも、確率高く、出るっていうのね、ことだったと思うので、パラディンにしてるという感じですね。まあ、変な話、ゴッドハンド2人でもいいのかもしれないですね。うん。ゴッタンの2人でもいいかもね。パラディンじゃなくて。まあ、それは置いといて、はい。まあ、それはいいでしょう。はい。まあ、上級職もね、こういった入れて戦う、そして勝つことができれば、またそれはそれでね、面白いと思いますんで、まあ、特級職ばっかじゃつまんないですよね。こう上級職も使えたら面白いですもんね。まあ、メインはね、大神官の回復っていうね、感じですけども、まあ、レンジャー入れてフバーハ入れたりとか、まあ、あとは、まあ、縛り狙ってっていうのもね、いいと思いますけども、まあ、多段攻撃みたいなのが多かったんで、なんとなくパラディンがいいのかなと。パラディンガードを入れてこうって感じでね、パラディンを入れてあります。これですね。で、メラのね、耐性持ってあるんで、結構超耐性みたいなね感じで、メラの耐性で、あとはドラゴンシールドとかあるとよりいいかもしれないですね。竜神王がねやっぱこう強いっすね。いきなり開幕守りの盾入ってヘナトスがたまに入るんだよな。さあゴッドレイジドラゴンソウル。竜気マックスですからね。計3万5000。しかも会心ですからね。強い。魔剣士2人でもいいかもしれないですね。パラディンが今1人いるので。あと神魔合流剣か。ギガブレイクがね、むちゃくちゃ強いっていうね、ことなんで、それも試してみたいんですね。やっぱりデインの武器で単体武器はギガブレイクは強いっすね。復刻で出たら欲しい人多いんじゃないかな。さあこれでね攻撃力下げられたりねするので、結構このドルマのやつも強くないですか。このマックスね、3ターン後にさらに強くなるみたいな。その時にうまく超気合炒めを合わせられればさらに火力出ると思うんですが、K3
経営友情も強い。ここは回復をしっかりしておきましょう。まあ、なんで、まあ、パラディンもね、一応ドラゴンロッドを装備してあるので、回復してもいいし、まあ、ちょっとバイシオンね、更新しながら、バイキルト持ってる人は羨ましいですね。バイキルト持ってる人は羨ましい。どうしても僕、あの、ベホマラーがあるのって、無理に回復武器引いてないんですよね。ジェムをやっぱり、今はね、無課金でやってますので、ジェムをなんとか温存したいと。やっと2万5000まで溜まりました。6万までほど遠い。さあ、こっから、終盤ですね。終盤をどう戦うか。お助け団がいなくなってから。まあ、回復に2人いるんでね、それなりにやっぱ安定しますね。回復1人だとやっぱり大変な時は多いですけど。こういう強いメガモンでも。オッケー、いいタイミングでやまびこ。強いというより、こう、めんどくさいメガモンが増えましたよね。きっと前より、こういう、こう、弱体化してくるようなね、やつとかね。これも一発一発は、まあ、確かに強いですけどね。皆さんのロトのね、ロトの印、持ってる人はぜひ装備していってください。ダメージ軽減ありますんでね。1日1回ですけど。OK、1万2000。OK、1万6000。やっぱ魔剣士はこうバフが乗ってくるとむちゃくちゃ強いですね。やっぱり。さあどうしようかな。バイション更新しておきましょう。もうパラディンはだから攻撃あんまりしないですね。ほとんどしない。まだ1回もしてないんじゃないかな。攻撃は、まあ回復か。回復もあんまりしなくて、どっちかっていうと、こうタンクとして耐えて、バイション更新してみたいな感じがなんとなく安定しますね。個人的にはですけどね。本当に火力でもうどんどんアンコールでゴリ押ししてみたいな。あとはあのフォースブラスト打ってみたいな人もね、多いと思うんですけど、意外とこの上級職のパラディンも使えるのでね、なかなか安定しないなっていう人は使ってみても面白いかもしれないですね。パラディンガード結構発動してくれるので。さあもう何しようかなっていう感じですね。とりあえずスカラやっとくかと。タンクなんで。さあもう終わるんじゃないかな。ゴッドハンドと魔剣士の両方の攻撃で。そうそうそう、これですよ。これをね、やっぱりパラディンガードガンガンね、守ってくれるのは本当でかいです。フォースブラスト打っちゃってもいいかもしれないな。迷いますけど、普通に行きましょう。K23000、もうこれで終わりですね。OK、倒せました。っていう感じですね。パラディンを採用して戦ってみました。はい。まあ、結構ね、安定して勝てたと思うので、まあ、よかったら参考にしていただければと思います。それじゃまた。